予騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃん。よかった、ちょうど探しに行こうと思ってたの。クレイにすごーく怖いお手紙が届いてね、そこに行かなくちゃいけないの。怖いお手紙？そのお手紙にはね、クレイはトドコの家族じゃないって書いてあったの。クレイを試すからトド王国に来いって。でも、でも、慌てるな、ゆっくり話せ。悪者、大悪人、ドド大魔王。ドド大魔王って、パイモンちゃんも聞いたことないの？ないな。それに、なんで、もう、なんだ？クレイも聞いたことないから。なんだか意味不明だぞ。最初はアルベドお兄ちゃんに聞こうと思ったんだけど、お家にいなくって。だから二人を探そうとしてたんだ。これがドド大魔王のお手紙、クレイが読んであげるね。悪しき炎の娘、ドド一族の、ここ読めない。ドド大魔王の名のもとに、お主をドドコの家族だとは認めない。ドドコと共に近隣五軍島へ訪れ、ともす、受けよ。あれ、クレイの読めない言葉ばっかり。オイラに見せてみろ。これは統治者って読むんだ。一番偉い人って意味だな。それに四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後の部分は、おそらく何かしらの挑戦のことを指してるんだろうな。最後の審判は、クレイを裁判するって意味だ。裁判？まあ、ろくなことじゃないっていうのは確かだな。どこぞの偉ぶったやつが上から目線でクレイのことを試そうとしてるみたいだ。そんな、ドドコはクレイの大事なお友達だもん。絶対に渡さないよ。でも、お手紙の送り主さんはドド一族で一番偉い人みたい。名前を見た感じそうっぽいよな。でもクレイ、近隣五軍島ってどこにあるんだ？クレイ知らないよ。で、近隣五軍島なんてクレイ初めて聞いた。近隣五軍島、リンゴがたくさんある島かな。ダメだ、手紙にはさっきクレイが読んだことしか書いてない。クレイ、封筒はどうした？ないよ。知らない、気づいたら部屋の窓に置いてあったの。ドド大魔王、ドド一族、確かドドコってクレイがリュックにつけてるぬいぐるみだよな。違う、ドドコはお友達、ぬいぐるみなんかじゃないよ。そっか、それじゃあ不思議な生き物ってことで。でもそのドドコの家族がいきなり現れるなんておかしくないか？誰かのいたずらだったり。いたずらなら放っておこうぜ。ダメダメ、クレイは負けないもん、絶対そこに行く。でも、行くって言ってもそんな名前の島見たことも聞いたこともないぞ。そん英雄騎士のお姉ちゃんならきっと何か方法があるよね。クレイはお姉ちゃんのこと信じてる。そう
イラたちが手伝わないと一人で行っちゃいそうな気がするぞ。クレイを一人っきりで冒険させるわけにはいかない。オイラたちが付き合ってやろう。ねえねえ、ああクレイにこんなにお願いされたら手伝うしかないな。はーい。それじゃいつも通りまずは情報収集から始めよう。街を歩いて知ってそうな人に話を聞いてみようぜ。機械のシャッターね。サイリス、本当について聞きたいんだけど。どうか知ってますように。どうか。ん？何か困っているみたいだな、小さな冒険者よ。トラブルでもあったか？一応トラブルとも言えなくはないけど、実はオイラたち軍刀を探してるんだ。サイリスみたいな熟練の冒険者なら知ってるかなと思って。はっはっは、未知の場所と冒険の知識を知りたければまさにこのサイリスがうってつけで、探したい軍刀とは？いっぱい小さな島があって、海に金リンゴ軍刀って名前のところだ。金リンゴ軍刀。あはははは、さすがだな。このサイリスでさえ聞いたことのない場所を言い出すとは。サイリスも知らないのか？ああ、残念ながらな。果てのないテイワット大陸をすべて歩き回れる者などいない。しかし、そう不安がるな友よ。未知の場所へと踏み出す勇気を持つんだ。冒険者協会会長のサイリスさえ知らないなんて、まさか本当に存在しないんじゃない？まあまあそう言うなって。トドコ。記念品ショップをやってるから、他の人が知らないようなことにも詳しそうだよな。だって記念品っていろいろあるし。知らないようなこと？何のこと？マージョリー、金リンゴ群島ってどこにあるか知らないか？小島の集まった海のどこかにある。群島っていうことは小島が密集していて海のどこかにあるんじゃないですか？そうだよ。そうだよじゃなくて、言い方を変えよう。モンドのどこかに軍刀ってあるか？ないと思いますよ。モンドの地図を見たことはありますよね。基地の島は全て載ってますから、軍刀はないかと。地図は地形を忠実に記録してます。その地図に載っていないということは、多くの人にとって存在しないことを意味してます。モンドの地図に載ってなければないってことか。そんな島本当は存在しないのかもな。そんな。いやいやいや、他の人にも聞いてみようぜ。
知ってるか？海にあるんだ。海にある金リンゴ群島、初めて聞く名前だな。リンゴがたくさん実ってる島か？ホフマンさんも知らないんだ。ホフマンはずっと城内を見回ってるからな。仕方ないよ。力になれなくてすまない。ううん、許してあげる。え、そうなの？他の人に聞いてみよう。どうやら手紙に書いてある場所を知る人はモンドにいないみたいだ。クレー、仲の悪い友達とかいるか？ひょっとしたら誰かの嫌がらせなんじゃ。いないよ。クレーはみんな大好きだし、みんなもクレーのこと大好きだもん。ああ、そうだよな。だからいたずらじゃない。いたずらじゃないけど、島の場所を知っている人はいない。おいらどうしたらいいか分かんなくなってきたぞ。物知り。あ、そうだ、こういう方は図書館司書のリサさんに聞いたらいいんじゃないか。リサさんは毎日図書館で過ごしてるだろ。モンドにある全ての本を読んでて知ってるかもしれない。そっか、リサお姉ちゃんなら。さあ図書館にレッツゴーだ。デイワット1のボーイズ。クレー、急にどうしたの？リサお姉ちゃん、島探しを手伝って、お願い。島？ドド大魔王が金リンゴ群島でクレーと対決するの。おいおい慌てるなって。オイラが説明しよう。リサさん、実は。クレーをドド子の家族だとは認めていない。ドド一族の統治者、ドド大魔王。手紙には、金リンゴ群島に来るよう書いてあって、そこで審判を下そうとしている。ってことで、いいかしら？うん！クレー、絶対にその島に行きたいの！で、可愛い子ちゃんが私のところに来たのは、群島の場所を聞くため？口が上手ね。それなら私も本気を出さないと。手紙をお姉さんに見せてくれる？うん。手紙から得られる情報には限界があるわ。可愛い子ちゃん、文字を読む以外にも他の方法は試したかしら？他の方法？手紙からほのかに元素の力を感じるの。何かしらのヒントみたいね。可愛い子ちゃん、元素資格を使ってみて。その手があったか。早速やってみようぜ。何か分かったか？裏にある内容はおそらく元素力で刻んだものでしょう。面白いわね。可愛い子ちゃん、ここにペンがあるから元素資格で見たものを書いてみてくれる？完成！これで手紙の裏にあった情報もはっきり見えるわね。今書いたのが金リンゴ群島の全体像じゃないかしら。島がたくさんある。海に浮かんでて、どの大陸ともつながってない。もしかして、いきなり湧いて出てきたとか？パイモンちゃん、
もしかしたらビンゴかもしれないわよ。どういう意味？クレア、わからないよ。私はこの図書館にある蔵書をすべて読んだわ。その中に似たような島について書かれた本を読んだ覚えがあるの。嵐と霧で覆われた謎の群島、どの国にも属さない上にどのような生き物も出入りすることを許されていない。選ばれし者だけがそこにたどり着ける。何年か前にあるモンドの船隊が海で群島を発見したそうよ。その話によると、激しい嵐の中、うっすらと霧に包まれた島を船員が見たらしいの。そう離れているようには見えなかったのに、いくら進んでもそこにたどり着くことはできなかった。船員はその奇妙な現象に驚き、恐怖したみたい。自分は幻覚を見ているんじゃないかと。なんだその気味の悪い話、怖いぞ。残念ながらその本に島の位置は記されていなかったわ。もっと詳しく知りたいなら、私より知識のある人のところに行った方がいいかもね。リサさん以上に詳しそうな人はいないと思うけど。私はただの図書館司書よ。歩き回るのは専門外だわ。クレ、とても怖い場所だとしてもその島に行きたい？行きたい。クレ、怖くないのか？怖いけど、ドドコの家族になれない方がもっと怖い。ドドコは大切な家族だもん。クレ、絶対にドド大魔王に負けないよ。だからクレ、お休みを取れ。お休みを取らないと金リンゴ群島に行ってドド大魔王に会えないから。お休み？クレイは騎士だよ。それに神団長が言ってた、遠出するときは先にお休みを取ってからにしろって。今からもう休みを取るのか？まだ島がどこにあるのかもわからないのに。でもかわい子ちゃんの顔を見た感じ、心当たりがありそうよ。ジンから休みをもらうのはそう簡単なことじゃないわよ。お姉さん、図書館でお茶しながらうまくいくことを祈ってるわ。